イソカニムシはカニムシ目イソカニムシかの一種。この類では大型の型で海岸に生息する。体長は3.5から5ミリメートルでメスの方がやや大きい。この仲間では大型種である。全体に肺活色だがフレッシュと肺甲は赤褐色である。肺甲はほぼ三角形で前に向けてはっきりと狭まり、先端は少しくぼんでいる。その前方の 両円に2個ずつ4個の目がある。背校の表面には細かな下流が一面にあり、光沢はない。背校後方の中央をへがてて一体の色の薄くなった反紋がある。ハサミになったフレシはこの類として特に細長く、ハサミも大きい。また、ハサミになるフシの基部は丸く膨らんだようになる。腹部は幅広い卵型で、側膜は波状。 背面のキチン板は、第一節と最後尾の節を除いて、左右に2分し、各節の左右に一つずつの暗い色の小さな斑点がある。北海道の利尻島、本州、四国、九州から知られ、海岸の高潮線から飛沫帯にかけて生息する。打ち上げられた海藻の中や、石の下に見られる。また岩の裂け目などにもおり、琉球列島では、 巻貝の下から発見されている。カニムシ類に海岸性のものは少ない。日本では本種の他に以下のような種が知られる。この中で本種は特に体が大きいことと、ハサミの基部は丸く膨らみ、先端部が細長く伸びることなどで肉眼でも見分けがつく。なお、本種に近縁なものとしては、バンクスイソカニムシジイカリホルニクスバンクスなど数種が、 北アメリカの西海岸に産する。本種は日本においてはカニムシ類で最も古くに学者の注目を受けたものである。小原吉直町の桃道遺室に食岩ム虫というものが取り上げられており、背面と覆面の図があって間違いなくカニムシと理解できる。これは奇襲熊野の海岸の石毛で発見したとのことである。この図は後に江崎町のターシルイングモ類にも取り上げられた。 関口光一は、紀州にいるなら、他の海岸にもいるはずと、昭和14年に、静岡県下田の東京分離大臨海、実験所周辺でこれを探して一等を得た。これについて、上村敏夫に伝えたところ、上村は、和歌山県海岸で、尾崎幸太郎が数度にわたって、同様のものを採集し、それを送付され、これについてある程度調べていたことを説明した。これらを比較して、 すべて同種であると判断された。関口は標本から図を作成したが、種名の確定はできず、海外の専門家に送付した。しかしこれはなぜか返事が来なかった。上村は昭和15年に小学生新聞に新しい雲のお話という記事を連載し、その2回目に変わり者食いの国の磯に虫という題で本紙を紹介し、関口の図を載せた。これによって、 本種の和名が確定した。以下、記載は、西村編長、P10 から11、岡田ほか、P345、岡田ほか、P345 西村編長、P11、岡田ほか、P345 西村編長、P8 から11西村編長、P11 以下、高島。ありがとうございます。